ハローベイビー。スロットの未来を愛してる。アクロスの未来を愛してる。 I need you baby。中山です。11月の雨、ノーベンバーレインは寒いですね。はい、外は寒い。本日は11月23日土曜日、ビッグマーチ西川田店さんに来ております。今回のお題はこちら、アレックスです。本日マッキーさんのスロット日報の調査によりますと、まあ全体系がいっぱいあったり、末尾が暑かったり、なんだりなんだりと、まあとにかく全体的に暑くなっている一日。まあ今日も朝から相変わらず人いっぱいで、まあ抽選700人ぐらいで、まあ255番でなんとかアレックスが取れたんで、はい、まあバーサス花火アレックスと勝手にアクロス3連戦、今日は黄金通りで勝利目指して頑張っていきたいと思います。ではまず1枚目ではよろしくお願いします。はいはい、アレックスです。いや、しかしアレックス本当面白いですよね。面白い、もっといろんな人に打ってもらいたい、皆さんに知ってもらいたいですよ。この奥深いリーチ目とか、横コーンの微妙な横コーンのタイミングとか、ブドウとか、あとはまあペコペコベーンペコペコベーンとかいきなり言って、突然入ったりとか、シレット入ったりとか、まあ本当にバランスもいいし面白いと思うんですよね。まあこちらビッグマーチ西川田店さんでも過去アレックスで、まあ2回ぐらいあのビッグ中の外れ、高設定のこう2回ぐらい出してるんですけど、1回はすげえ負けて、1回は確かなんとかちょい勝ちとか、はい、実際上だったのか何だか分かんなかったような感じ。まあ花火の外れもしっかり、バーサスの中段ぞれもしっかり、まああくまでも濃厚で確定ではないですからね。1万6000分の1引いたっていう可能性も十分にあるんでね、十分ではないけど可能性がある。まあ1万6000分の1、普通にディスクアップとか打ってて、はい、設定1でも移植とかバンバン引きますからね。じゃあ行きましょう、ジュークから。おお、はぁ、あ、はぁ、あ、って言ってる。20ゲーム早いな、早いよ。とりあえず早い当たりは一発目、あ、まあ弱気のレギュラー狙い、はい、レギュラースタート。おお、14ゲーム早い早い、リーチ目が早い。いや、これ強気のビッグ狙い、はいはいはい、やっぱりレギュラー狙った方がいいですよね。はい、レギュラーに連発。
218ゲームまたレギュラーっぽい。おフラッシュなし、珍しい。フラッシュなし、フラッシュなし、フラッシュなしってことはもしかしたらわかんないけど、なんかいつもと違うから、これビッグなんじゃないの。これビッグを狙おう。オッケー。投資は 4本です。チェリーシップはあんま入らない。あ、鳴った。どうしよう、鳴ってるよね。あ、これはいるっぽいな。チェリーシップから、いやブドウもあるけど71。あ、まあチェリーシップで入りました。赤7して、まあここは弱気のレギュラーですね。はい、はい、現在レギュラーから195ゲームです。残念ながら持ちメダルはなくなってしまいました。いつも通りの追加投資、まあまだ5本目なんで痛くも痒くもないんですが、外は冷たい11月の雨、ノーベンバーレイン。昔あのノーベンバーレインっていう名曲がありましたよね。あのぶっ飛んでた伝説のロックバンド、ガンズ&ローゼス。263、ワンワンワン言った。レギュラー狙い、はい、うん、お外れてる。151。ラッキー羽根15枚。ああ、強気のビッグ狙い、 OK。 投資は9本。挟む。ああ、入ってくれた。242。いや、なんとか持ちメダル。ワンワンワン言ってくれた。43。あ、いやレギュラー狙い。あー214ゲーム。ああ、滑っちゃった。レギュラー
っちり外れてる、70ゲーム、チェリー外れてる。7が遅かったかどうかな。強気のビッグ狙い、 OK。 なんとかギリギリ繋がってますね。お、外れてる、羽外れ。130、でもこれレギュラー多いんだよな。ここは弱気のレギュラー狙い。あー、レギュラー多い。はい、現在レギュラーから334ゲームです、残念ながら2枚目。うん、まあ、とりあえずビッグの連チャンが全くしない。354。滑ったかな、滑ったっぽい。あー、なんとかビッグ投手は11本。よし、ここから頑張ろう。そろそろ延長させよう。そろそろブドウ外れてもいいよ。外れないな。あ、外れた、外れてくれた。140。まあこれブドウといってもこの大きさはやっぱ巨峰っすよね。一番巨峰っぽい。さあ、巨峰外れからラッキーチェリーから、ここも弱気のレギュラー狙い。あ、なんとかここでビッグ。今日初めてパンパンパンがいける。パンパンパン。はい、現在スタートから2000ゲーム経過しました、ビッグ6回、333分の1、レギュラー7回、285分の1。おっ、ここで熱いよ。順押し、あ、入った入った。73ゲーム、とりあえず入って、途中経過はこの後。さあ、どっちを狙おう。まあレギュラー狙い。お、ありがたいありがたいありがたい。さあ、この後途中経過、この後ビッグが1回を追加した。ということで今ビッグ終わって、まあ先ほどの途中経過でビッグが1回増えました。ビッグ7回、ビッグ7回なんで、286分の1で、レギュラーも7回で286分の1で、ボーナス合算、143分の1。はい、今のビッグでプラス1かな。はい、まあ前半はレギュラーばっかりでダラダラで飲まれて良くなかったんですけど、まあようやくちょっとビッグが連チャンしてくれて、まあプラス息、ボーナスもまあ良くなってきてる。でボーナス以外の要素だと、まあ通常時の羽
これがすこぶる悪い、15.15、 よくないっすね。俺がうっかり数え忘れてんじゃねえかぐらい、まあそれはないと思うんですけど悪いっす。であとはビッグチューですね。中段ビッグチュー中段ハネハネ鳥が、まあ、6分の1なんで奇数偶数どっちもある。で斜めが、28分の1まあぼちぼち。なので今のところちょっと設定は全然わかんないですね。まあちょっと羽が悪いんで下の可能性がちょっとあるかな。波もあんま良くない。まあただうん、とりあえずアクロスは上だろうが下だろうが、まあ状態に入ってアクロス連が来れば全然プラスにいけるんで、まあ昨日の花火もハマった後状態で連チャンしてくれたんで今日もそれを願いながら、まあなんとかメダルプラスなんで楽しんで打っていきましょう。61、うん、さっき鳥ぶどうってチェリーの鳥ぶどうってリーチ目かな、わかんないですけど、まあ61、鳥がこうなってるってことは、うん、さあ、あれあ、うん、鳥白だから強気のビッグ狙い。あ、はい、やっぱねレギュラー、ここでこうレギュラー初めにレギュラーであった方がいいな。チェリーこぼし？いやチェリーはこぼしてないはず。245、7遅すぎたかな。入ってればビッグ。よかった。ベゴベゴベベゴベゴベ来てくれた。8ゲーム1枚役。さあここ欲しいね。滑ったと思われます。 OK。 さあここで本日初のビッグの連チャンで今日のピーク OKOK いけるね。二角になってる。15でもここに赤七がいるよ。15ゲーム。ここはレギュラーっぽいね。これはリーチ目だ、リーチ目だ、リーチ目だ。よし、22ゲーム。さあこれがビッグならば、はっ、あーレギュラー、あーOh, my God.
とりあえずいい感じでめっちゃ速い、綺麗な出目で、OK、さあ OKOK、 いい感じ、おお、一角、一角来た、293、もうテンパって OK、 そのまま、88、ゾロ目、あー、レギュラごめんごめん、来てくれた、153、あ、三好、三好ミス、あー、レギュラー臭い、グッ、あー、36ゲーム、ワンワンワン、さあそろそろ、そろそろビッグが欲しいね、オッケー、オッケーオッケと、おっとおっと、入って入った、入ってる、リーチ目ではないよな、あ、68、うん、いや、レギュラー狙い、うん、2個も速い、武道か、おお、おお、二角だ、二角だ、二角だけどここに赤の中いる、23、ラッキーチェリーを取って、うん、あの出目で赤7ってこと、赤7が上から滑ったの、あ、これは、これはラッキー、あ、これは嬉しい、現在、ビッグから153ゲームです、今日のアレックス、まあ、前半ダラダラ、もみもみから
はい、後半一気に、アレックス状態でアクロス連して、一気にプラスいってくれました。楽しかった、ありがとう。まあボーナスいい感じに後半、ただまあ、はい、ボーナス以外の要素でぶっちゃけ、はい、子役もビッグ中も全てが設定1ドンピシャなんですよね。まあ1か5って言われたら、まあ1の方が可能性高くて、1だったらこっからハマりも来るし、まあワンチャン5だったとしても、まあこんだけ出れば十分だし、はい、ここでプラスで終わりましょう。楽しかったし、はい、終わります、終了。はい、データの方はこんな感じです。はい、まあ最終的にはビクとレギュラー同じ回数、まあアレックスあるあるで、まあガスさんもよく、はい、頑張ってくれましたね。まあグラフ、まあ前半は本当に、もみもみ状態からハマって、まあ投手中1本から、まあそこからしっかり連チャンしてくれて、ピーク、まあ1946枚、はい、いっぱい出てくれました、ありがとう。ピーチもめいっぱい見れて楽しかった。ただ本当にボーナス以外の要素がドンピシャドンピシャ1なんで、まあ1と判断してやめ、そしたらベストのやめとき、まあワンチャン奇数は間違いないね、5だったとしても、まあまあいい、こんだけ出れば今日の波だったら、十分かなと思います。はい、本日11月23日、ビッグマーチ西川店さん、まあ、相変わらずそこら中で、はい、出玉いっぱい出てました。はい、詳しい出玉状況の方はマキさんのスロット日報の方で報告があると思います。はい、ではアレックス、まあアクロス3連戦、今日もこんだけ出て、昨日の花火はプラマイゼロだけど、なんとか、プラスになってまたプラス街道行けたんでよかったでしょう。いや、やっぱアレックス面白いですよ、リーチ目も演出 もうバランス良くて、はい、もしこれが1だとしたら、こんだけ出てくれるし、ちゃんと波持ってるんで面白いです。皆さんもぜひ楽しんで打ってください。お疲れ様でした。18ゲーム、またレギュラーっぽい。おお、フラッシュなし、珍しい。フラッシュなし、フラッシュなし、フラッシュなしってことは、もしかしたら分かんないけど、なんかいつもと違うから、これビッグなんじゃないの、これビッグを狙おう。 OK。